い、どうもキーリップです。ヤッホーあゆみだよ。チャオスーマーミです。おかりゆうだもはりです。チュラチュラリンゆずはです。みんな起きてる。ゆうちゃみことこがわゆなです。ジュラです。はい、ということで今回の企画はみんなで人狼ゲームをします。イエイ、よいしょ。楽しみ。よいしょ。いや楽しみ。さっきめちゃくちゃ練習したんですよ。そう、めっちゃなんか分からなくて1回ぐらい練習したけど、でもまだ分かんないとこもあるだろうし、優しく見守ってください。はい、お願いします。お願いします。お願いします。いきます。用意スタート。夜になりました。役職の人は能力を実行してください。人狼1人、村人5人、魔法占い師1人、あと騎士1人。じゃあ、はい、占い師。はい、おお、占い師です。誰占い師マーミン。おお、どうだった？人狼ではないよ。村人ってことね、うん、じゃあ占い師はジュライ君の本当にじゃない、うん、一回信じてみよう。はい、信じよう。そうですね、だからちゃんと俺のこと守ってね。頼むよ。じゃあこの5人ってことでしょ。誰が人狼っぽい？ハリウかな。そんな俺最初に死ぬやつやん、それ。騎士も誰だか分かんない。あ、ほんまよ。騎士は言っていいんだっけ。騎士も言っていいけど、言わない方がいい。言わない方がいいっぽい。何をする人ですか、それ。守り人。さっきの守り人。守り人。占い師守んないといけないんで、騎士は。あ、頼むよ。分かった？はい。占い師じゃん。うん。村人って言うでしょ。そうだね、なんか惜しい。え、占ってマミ何だった？なんか、出方があるんだよ。なんか、人狼か人狼じゃないか占いんじゃん。だから人狼ではありませんしか出ないの。うん、だからなんか、他の、じゃ騎士でも騎士で出ないし。なぁね、うん、マジっぽ、マジだね、うん、これちょっとマジっぽいね、うん、なんか怪しい。ね、怖い。いや、ちゃんと分かってね。ゆうちゃんに。ね、わかる。ゆうちゃんにずっとニヤニヤするもん。ゆうちゃんっぽい。うん、ゆう、こういうゲームずっとニヤニヤしてる。え？チャミっぽくなってきた。ゆずはだよね。え、ゆうな、ゆずはちゃんとよ。え、なんかゆずはも、なんか分かってなさそう。え、ゆうな、岸くん。岸くん。あ、ゆずは岸なん？あ、違いますよ。え、なんかさっき騎士のことに言ってた時にちょっとなんか、え、みたいな、何する役目ですかみたいなとか、怪しいなって思っちゃった。そういうことね。うん、嘘下手じゃない。いや、マジで村人。マミ的には誰じゃん。チャミ。やっぱチャミだよ、チャミ。チャミだな。怖い、もう殺されんの？チャミ殺す？チャミ殺す？殺さない。殺してんの？ほんまに村人やのに。もういい。1分ぐらい。え、マジで？じゃあ村人証明して。でも見せたかもね。え、どうやって証明できるんですか？あと40秒しか。いや、マジで村人です。え、でも本当にこの人と言ったらマジでジュースおごります。マジ本当なんですって。マジで村人なんですって。違うかもしれない。タミじゃないかもしれなくない？え、何ですか？チャミじゃないかも。一回言うことなんですってば。マジなんです。村人です。チャミ、村人。はい。いや、マジで村人。本当です。え、見てください。武士だよね、武士。武士だね。武士。夜になりました。ゆずは死んだ。え？ゆずが死んだんですか？ゆずはが多い。え、なんで？違うのに。めっちゃ違うのに。じゃあ、ちょっと静かにしてもらってから。はい、知りました。はい。ジュライが占い師じゃん。うん、時に、え、ちょっと怪しいって言って、ジュライを攻撃しようとしたから、人狼なのかなって思っちゃった。あー、何もないですね。でもまだ話し合いの時間じゃないの。あ、すごい。夜だから。え、そうなの？あ、昼になった。喋れないもん。昼間は喋れるんじゃなくて。昼間は喋れない。もう死んだ人は喋れないです。絶対喋れない。昼間は誰が人狼かっていう話し合いをする。
今話し合うこれ。まさかの地雷。地雷ここで死ぬってちょっと普通に嫌なんだけど。天狗さん騎士守らなかったと思ったでしょ。信じなかったんで死んでもいいと思ったんです。最低。あそこ騎士だったんじゃない？ゆずほが。ああそれはあるか。守れなかったんじゃない？死んじゃったから。ってことはやっぱり。ほんまに違うんだね。ほんまに。嘘下手なんですけど、わかりますか？で、ゆうちゃみが本当に違うなら誰だと思う？ゆうちゃみが人狼あゆみかな？そう、あゆみちゃん。いや、あゆみはマジで表情変わんないし、ずっとあゆみはマジで村人マジで村人だってもう見たいらしい。みんなやし村人、村人見せたいぐらい村人。またハリューかな？マルちゃんは全然喋ってない。え、そうなんだよね。でも地雷は本当に占い師だったから村人なんだよ。合格手なの。合格手か。そしたらこう4人予想的な騎士で先に殺されちゃったから。そういうこと。あ、理解できた。だから守れなくて殺されたんだかな。え、あゆみちゃんな気がする。うん、占ってるから。マジであゆみじゃない。あゆみちゃんな気がする。え、マジであゆみじゃない。え、でもわかんない。だからマジ違うって。ほんまに違う。マジで損する。え、待って待って、分かった。うちあゆみだと思う。え、マジであゆみじゃない。え、マジであゆみじゃない。一回殺してみる。それさ、伝っちまってる。え、本当に、本当にあゆみじゃないよ。本当に違う。え、殺してもいいけど、普通に後悔するよ。あ、じゃあやっぱゆうちゃみマジで言うのだけは後悔します。それ絶対みんな言うから。顔見てください、マジで。それ絶対みんな言うから、後悔する。でも、なんかチャミは、あゆみ的にはチャミはなさそうなの。でも分かる。この、この案外ここ必死だから。ここなのよ、ここ。マーミはでもなくなった、10倍上回ったの。マーミちゃんはないで。あ、そっか、じゃあゆみちゃんは結構必死だから。え、でもチャミ気がする、正直。いやでも、こんなにユナのことを否定してくれてるってことは、多分ハリウ君は違うと思います。違う。え、違う。え、言葉のミス。すごい、違います。村人でこんなになんかでしゃがる人絶対おらんわ。でも俺、あゆみちゃんの気がするな。いや、あゆみじゃない、本当にあゆみじゃない。どう思う、マーミは。ね、マーミはゆいちゃんだと。マジで違います。ゆうちゃみだろ。一回せーので指さしてもらう。いいよ。せーの。あ、じゃあ、あゆみちゃん行こう。殺そう。なんだよ。ちょうど時間。違うから。ほら、あゆみじゃないじゃん。あゆみじゃなかった。ほら、だから絶対言うちゃみよ。むっちゃ、ほんとに村人なんです。マジで村人なんです。ハリウ怪しいなと思った。めっちゃ喋るしね。いや、なんか喋らせてよ。え、なんか死んだら喋れへんねん。いい感じにこう自分には行かないように、いや、なんとかでみたいな、なんとかでって言って、なんかちょっと紛れてそうだから、なんかちょっと怪しいかも。ここ確かに占い師をジュライだとした時無言だった。結構、いや、そう、一回殺す。みんな無言だった。一回殺す。それはおかしい。何一回殺すって。え、ゆうちゃん違う？いや、マジで違います。そんな一回殺すなんてなくない？あ、忘れた。村人なんとかとかってやってるでしょ。チャオスが死亡しました。え、マミちゃん死んだ。え、なんで人狼を殺したからってことじゃない？え、怖っ。え、マジで怖っ。怖っ。こいつだな。なんで一回殺しましょう。何一回殺す？それおかしいやん。うち殺されたらこいつだから絶対。一回行きましょう。じゃあ一回じゃおかしいやん。え、どういうこと？絶対こっちだって。違うって。もう分かんないの。だってゆうちゃみ信じとるもん、絶対。だってあんだけさっきからずっと言っとったら違うじゃん。それがこっちのどっちかになるじゃん、絶対。A とかもさ、絶対さ、絶対どっちか知ってるやん。ゆうちゃみは結構、なんか本気っぽそう。ゆうの村人やから、この二人でしかないから、今顔を見てます。え、いや、マジやもん。マジで村人だから。ちょっとゆうの村人やから、これも演技かもしれないし。あ、そういうとおりなのかな。演技は分かんねえ、実際。いや、って言って分かってるかもしれない。え、もう分かんないよ。え、だって綺麗、今まで一回もつついたことない、このゲーム中。いや、俺もないよ。そりゃそうでしょ、みんなないでしょ。練習の時でも、やっぱ、慣れてたよ。怪しいっちゃう。人類になったら人類なりきるでしょ、そりゃ。なんか手慣れてた。手慣れてた、みんな慣れてた。さっき前にやったアクションが、すごい真剣そうだった。本当に死にたくないみたいな感じだったもんね。もがいてたもん。でも、残ってんのはこちらしかいないってことはさ、もう2対1でさ、決めなきゃいけないわけよ。迷っちゃってる。迷っちゃってる。でも綺麗は本当に村人だから、うちはハリューに投稿する。投稿？投票ね。え、じゃあもし俺も綺麗だなと思うから。もし、まあ人狼と村人が残るわけじゃないですか。どっちが勝ちなんですか？そしたら人狼勝ちだな、多分。だってもう村人だと攻撃できないじゃん。だからここの選択で決まる。でもうちはハリューだと思う。俺は綺麗だな。村人だから。俺も村人だもん。なんで？なんで？理由はないよ。
そうなったか。だってケイが村人なんだよ、最後の。うん、俺も村人だもん。ケイとゆうちゃみが村人だ。あ、面白いですよ、分かんない。そんなんかハブみたいなのやめて。違う、ハブとか言ってた。ハブられてます。うちは最初、あゆみかと思ってたの。でもあゆみは本当に嘘だったわけよ。うん、違ったね。うん、ってことはもう残って怪しいやつはこいつしかいない。怪しいやん。いや、俺はケイちゃんだと思うよ、絶対。で、ここ殺し合うわけ。だからゆうちゃみ次第。ゆうちゃみ次第。どっちかを選んで、どっちかが死んで、村人か人狼の勝利。ハリュウ君の言葉的にキレイちゃんだと思うよってないですか。そう、誘導、誘導系ね。だって村人って決定してくれてるじゃないですか。うん、俺は村人だと思うから。だってもうあと残ってるのキレイちゃんしかないじゃん。ダンスにしてもらっていいですか。ねえねえ、そんな死に方そんな死に方嫌なんだけど。でも一番死に方嫌だったのジュライだよ。マジで悪いよ、それは。ここはゆうちゃみ次第だ、本当に。でもなんか耳めちゃくちゃ赤いですよね。見ていただいていいですか。いや、だってもともとでしょ。え、分からんけど。はい、マジで嫌、ごめんなさい、ほんとに。あった。え、誰人狼。はい。すごい。うわぁ、マジでごめんなさい。うまい。悔しい。最初の最初で。ありがとう、ゆうちゃみ、ありがとう。もうだるい。嫌い。大嫌い。ハリウだと思った。だよね、だよね。すごい。やっぱ耳赤かったん、そうやったんか。関係ない、それは関係ない、絶対。誰騎士だったの。騎士ゼロになってます。騎士設定にいなかったっぽい。そうですか。いや、面白い。本気で行こう、次は絶対人狼。よっしゃ。2回戦目、よーい、スタート。人狼2人、人狼2人です。で、騎士1人の占い師1人。朝になりました。じゃあ1人ずつ発表していきましょう。はい、まず占い師からだね。まず占い師、ね、占い師、誰ですか。また誰。でもさっきすぐ殺されたから嫌なんじゃない、やっぱ。あ、嫌なの。騎士がいるじゃん、占い師いるでしょ。でも名乗らないってこと。それは村人としては困るよね、間違いなく。でもさ、今までのさ、占い師がさ、役に立ったことないから大丈夫だよ。さっき立とうとしてたけど、これは立とうとはしてたけど、その後ちゃんとしかも歩み占ってゼロじゃなかったしね。じゃあ今までちゃんとかけ、今まで練習もこの2回の間占い師が人狼当てたことないだから大丈夫なんだ、大丈夫。まあいいか。ってことは騎士も誰守っていいかよくわかんない。誰のためにいるんだろうみたいな。騎士も騎士で困る。信じるやつ。誰のためにいるんだろう。そうよ。なんかハリウとかだった。で、それはさ違うやろ。で、もう分からん、もうなんか普通に嘘つくの。今回ジュライン静かじゃね。確かに。ジュライン君静かなんだよね。いや、もう喋っても殺されるしだろ。マーミとキーリプかな。マーミは逆にジュライはあると思う。人狼、俺もあると思う。なんかジュライちょっと人狼が嫌い。だけどさ、さすがにかわいそうじゃない？いや、ゲームになる。とりあえずジュライくんは置いとこう、一旦置いとこう。置いとこう、かわいそうだから。多分もう時間だよね。かわいそう。わかんない。誰が死んだ？ユズ。またユズ死んだ。ユズなんか疑われやすいな。チャオスさんが死亡する。チャオスさん死亡する。なんで誰狼が殺した。アイミはこの方だと、うん、いや俺も思うんだよね。なんかさ、さっきマーミーの話になった時にさ、 その後マーミーがキレイちゃんだと思うって言ったらさ、殺したよね。そう、殺したよ。その夜に疑われた。じゃあ一回キレイちゃんに入れてみますか。いや、でもね、待って。でもね、チャミも分かんなさそうな。いや、だからマジで村人じゃない。村人でしょ。村人じゃないでしょ。村人じゃない。いや、ほんまに、いや、マジで真剣に思うって。マジで、ほんまに。多分人狼やったらおどおどしてると思いますよ。多分喋ってないと思います。でもさ、この前の嘘つくやつもうまかったんだよ。ちょっとほんまに。いや、マジでユウナを殺したらマジで多分あかんと思います。あかんと思います。でもさ、ジュライめっちゃ周り見てない？次はこいつかなっていう目してるかもしれないでしょ。そういうこと。そういう風に見て。でももう一回占い師っていう可能性もあるよね。もう俺死にたくないから言わない。それはない。でも本当に。あ、じゃあ村。マジで村だ。村だな。とりあえずキレイちゃん殺しといた方がいいと。俺人狼の気がするもん、絶対に。わかる、めっちゃわかるそれ。でも実回殺そう。自分で一回撃ち殺して話し合えばいい。
でも、うちが占い師とかだったら、ほんと後悔するから。でも占い師出た方がいいんだよ。じゃあ、死ぬ前に出て。なんか、ジュライ君、なんかいつも嘘っぽいから分かんないです。マジ？でもガチ村人だけだね。このあゆみ説あると思う。え、ないないわかるわかる。マジでない。本当にない。だって笑ってもずっと。よし。え、村人の勝ちだって。だから、ほらキーちゃん、イエーイ！イエーイ！なるほど。やっぱりね、俺思った。キーちゃん、ガチの村人になるですか？はい。はい。はい。占い師だった。言えよ。殺されるなと思って、でも2回目で殺されると思わなかったからさ、2回目で言おうかなと思ってて、マーミー占ったのって人狼じゃなくて、あ、ジュラ人狼じゃないんだと思って、よし、この時に占い師なんだけど占って2人とも人狼じゃないよって言って殺されちゃった。殺されちゃった。なんで殺されちゃった。あ、そういうこと。うまいね、占い師。人狼結局1人だけ、一人だけだったっぽい。じゃあ誰じゃねえじゃん。二回でも騎士いないってこと。確かに。はい、ということでみんな楽しかったですか。めちゃめちゃ楽しかった。めちゃめちゃ楽しかった。意外とキイちゃん強かった。うん、強かった。分かってないふりしてね。でも途中から、あ、殺されるって思った。必死。ないだと思う。めっちゃジュラオスじゃん。でも、うちの勘正しかったら、マーミー殺しといてよかったです。うん、本当に。まあ、そうなるよね、人狼からすれば。でも、ゆうちゃん、なぜか毎回いつも殺されるやっぱ、ゆうちゃんが面白いの、ね、分かんないんだよね。でもジュライはちょっと不思議だったね。そう、不思議、分かんない。でも、ジュライ来たと思った、最後。楽しい。またやりましょう。ジュラの石が来た。ということで、今回の動画も最後まで見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。お願いします。お願いします。以上、さよなら。さよなら。バイバイ。バイバイ。